んは。カミラの本棚へようこそ。管理人のカミラと申します。よろしくお願いします。というわけで本日はですね、今週の一冊ということで、今週読んだ本の中でね、良かった本を一冊ご紹介したいなと思います。というわけで早速ですが、今回こちらですね、佐久間信行さんのずるい仕事術という本になります。こちらはね、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけれども、もともとテレビ東京で、プロデュースをやられていた、まあ、テレビ番組とかね作られている、佐久間信行さんのですね、まあ、仕事術という、まあ、タイトルの通り、まあ、仕事に対するね、姿勢だったりとか考え方みたいなものが、まとまった本になっております。で、まあ、タイトルの通りこう、まあ、ずるく行動することで、まあ、仕事を円滑に、進めるっていう術が、まとまった一冊になってまして、まあ、正直こういうなんかビジネス書みたいなものをあんまり信用してないんですけど、まあね、もともとこの佐久間さんが好きっていうのもあって、まあ割と読み心地的にはこうエッセイ的なね、エッセンスもあったりするので、まあ、普段あんまりビジネス書とかを読まない方にも、まあ、読みやすい本だったのかなというふうに思います。まあ、内容はこうとにかくこう具体と実践にこう即してというか、なんかその行動によって、まあ、どういう結果がこう期待されるかとか、その行動の裏側にあるこう意図みたいなものとか、そういったところまでちゃんと説明してくれるので、まあ、非常に分かりやすくてですね、本当に誰でも明日からすぐ実践して行動できるっていうような、内容が書かれているので、すごくそういった意味でもためになる本だったなと思います。こうなんか普段なんとなく、まあ、こういう風に仕事してるなとか、あとは逆になんかついこういうことやっちゃうよねみたいなこととかが結構こう言語化されて書かれているので、なんかそういった意味でも理解しやすいですし、なんかすごく納得感もあって腑に落ちるというか、あとは個人的になんですけど、こう良くも悪くもこう佐久間さんの、まあ、ドライな態度というか、こう、まあ、割り切った感覚っていうところにすごく共感ができてですね、すごくその、まあ、こう佐久間さんが述べられているこう行動とかこう理論みたいなところに惹かれた部分はすごくありました。で、まあ、せっかくなのでね、こうなんか内容をちょっと、まあ、いくつかご紹介できればなと思うんですけど、例えば、ほうれん草を言い訳に使うっていう、ところがあるんですけど、まあ、報告連絡相談って、まあ、めんどくさいよねって話なんですけど、なんかそれをこうやっとくことで結局、まあ、上司も自分がやってる仕事を理解したつもりになってもらえるっていう、で何か起きた時もちゃんと報告連絡相談してましたよねっていうことによって、こううまくこう言い訳としても使えたりするっていうことが、まあ、書かれていて、まあ、これをめちゃくちゃ僕もやってて、で、まあ、その中にこうちょっと自分が隠し持っておきたいこととか、まあ、裏で進めておきたいことっていうのは持っておいて、こう表に開示できる情報はもう全部出しちゃうっていう、まあ、その方が絶対仕事スムーズに進みますよっていうことだったりとか、あとはこれも僕めっちゃなんか共感した部分ではあるんですけれども、会社に友達はいらないっていうところと、付き合いの悪いやつでいいっていうまあなんかいかにもこうなんかビジネス書らしい引きのあるタイトルですけど、要するにまあ普通に会社は会社なんだから、まあ、仕事するために行ってるわけで、別に友達なんて作んなくていいよねっていう。で、まあなんか付き合いは、まあちゃんと仕事をこなせる関係性であれば、別にこう友達関係とか、まあ、仲のいいこう食事に行ったりとか、そういう関係になる必要はないですよっていうことを言っていて、まあ、例えばじゃあ上司と飲みに行ったりとか、先輩と飲みに行ったりとか、まあするとですね、ある意味扱いやすい人間みたいな扱いをされてしまって、意外にこう安く使われちゃうというか、まあめんどくさいことまで細々やらされちゃったりするよねみたいなことが書いてあって、で逆にそのまあそういうふうにまあ変に友達関係を持たずにこう程よく仕事をしていれば、まあ仕事をちゃんとしていれば結局信用はしてもらえるし、じゃあたまに食事に行ってみたりとか飲み会に行ってみたりとかすると、お前来たんだみたいな、珍しいねみたいな感じで、まあここでは子猫を拾ったヤンキーみたいな表現で書かれてるんですけど、なんかまあそういうこう映画版ジャイアン的な効果というか、なんか珍しいねいいねみたいな感じになるっていうことも書かれてい
て、まあ、そういうこう自分をねちょっと価値を高めるみたいなあの意味だと思うんですけど、まあ、そういうこともできるから、まあ、仕事は仕事として割り切った方がいいよねみたいなことが書かれてたりとか、これは逆にやっちゃうなっていうことなんですけど、まあ、新しいことっていうのに挑戦することはやっぱり大事だと。ただこう新しいことをやりたいっていう風になった時に、結局、まあ、その新しいことをやるってことは既存のこう意見っていうものを否定しちゃうことになるわけですよね。でそれにすごく気をつけなきゃいけなくて、やっぱりその既存のものをやってる人はその人はその人でこう、まあ、メンツだったりとか、まあ、その人なりのこう考えみたいなものがあるわけで、なんかそこを否定してしまうことになると結局反感を食らってこう新しいことができなくなってしまうっていう。なので、まあ、そこのメンツをしっかりと意識してこう、まあ、そこを立てつつ、でもあの僕はこうちょっとあなたにできてることはできないんでちょっとこっちで頑張りますみたいな感じでこう新しいことをやるみたいな、だからそういう流れに持っていけると、比較的そういう新しいことに挑戦するっていうことも、まあ、こう否定されずにできるっていうことを、まあ、おっしゃっていて、まあ、これも、まあ、僕は結構まあある意味こうなんか新しいことに挑戦したいなとか結構思っちゃうタイプなんですけど、無意識のうちにこう既存の枠組みとか、まあ既存のこうやり方みたいなところを否定しちゃったりするしてるなっていうのを思って、なんかそこをなんか今後意識できるとよりスムーズになるのかなとかも思ったりとか、特にこうカウンター的なねそういう考えを持ってる人は、だからそういうところをちゃんと意識できる方がいいのかなっていうのを感じたりもしました。あとはまあそういう仕事の進め方みたいなところ以外に、まあやっぱりあの佐久間さんっていうのがこうテレビプロデューサーなので、そういう企画とかを考えるときにもどういう考え方をしたらいいかみたいなところもあの書かれてまして、個人的にすごいあのまあそうだよなって思ったのが、まあ、やっぱり面白さの核がどこにあるのかっていうのをしっかり自分で認識して、まあ、それを相手に伝えるっていうことが重要ですよっていうことを、まあ、おっしゃられていて、あの面白いものっていうのをしっかりと因数分解して、まあ、要素に分割してこう見せられると、まあ、より伝わりやすいものになりますよっていうあのことをおっしゃっていて、当たり前っちゃ当たり前のことかもしれないですけど、やっぱりこれってめちゃくちゃ難しくて、まあ自分では面白いと思っててもなんかうまく説明できないなとか、どこをこう主軸に置けばいいのかあの難しいなみたいなところって意外とあったりすると思うんですよね。なんかそれを、まあ、すごい個人的に感じたのが、あの佐久間さんが以前あの少し前にやられたあのポップハライチっていう番組があったんですけど、まあ、ハライチの2人を中心にこう、まあ、アニメとか漫画とか映画とかゲームとかそういったこう、まあ、サブカルチャーをこう紹介するみたいな、番組をやられていて、そのカルチャーの最先端を紹介して、まあ、みんなに知ってもらいましょうみたいなあのコンセプトの番組だったんですけど、まあ、やっぱりこういうコンテンツを紹介する番組って結構難しくて、まあ、僕もこういうね、まあ、細々とですけどチャンネルやっていて、やっぱり人に面白さを伝えるのってめちゃくちゃ難しいし、まあ、紹介するだけで面白くするって、まあ、意外と難しかったりするんですよね。なんかどこの層に当てるかみたいな、例えばじゃあこの本を例えばこの仕事術ずるい仕事術っていう本を紹介するってなった時に、この本を知ってる人はなんか逆にこうモヤモヤしちゃって、あのその動画を見ることでモヤモヤしちゃったりもするわけですよね。なんか例えばじゃあ僕がこういうとこいいですって言ったけど、なんかあそこも良かったのになって思っちゃったりとか、逆になんかそこそうかなって思っちゃったりとかっていう疑問が生まれてたりとかすると、なんかちょっとこうなんかモヤモヤっとしてなんか見づらくなっちゃったりとか、僕も結構そういうことがあって、まあ、共感性羞恥に近い部分もあるかもしれないですけど、まあ、そういうところを感じてなかなかこうその動画の本質的な部分が伝わりづらくなっちゃうっていうところが、まあ、実際あったりとかするなっていうのは感じていて、なんかそんな中でこのポップハライチっていう番組は、まあ、ただただカルチャーを紹介していくっていう基本的にはスタンスなんですけど、まあ、その中でちゃんとこう、まあ、ハライチの2人っていうところが主軸にあって、まあ、岩井さんの方がそういうまあカルチャーとか、まあ、特にアニメとかですよねにまあ詳しい人っていう立ち位置でいて、で逆に澤部さんはなんかそういうの全然知らない人みたいな、こうまあ、なんか中高生でこうアニメとか漫画の知識が溜まっちゃってるみたいな人みたいな扱い方でこうその2人は対比していくんですよね。アニメの話になった時にこう岩さんがこうこうこうだよねみたいなことですごい盛り上がって、
なんか澤部さんがポカーンってするみたいな。でそれでなんかこうちょっと、まあ、ある意味笑いが生まれるわけですよね。でなんかそこのこう笑いっていうところがこう随所にこう盛り込まれていくことによって、なんかなんとなく、あ、ここを楽しめればいいんだなっていうのがこう分かるわけですよ。なんかこういうこの対比っていうのがこう面白くなってるんだなみたいなところがなんかちゃんと提示されてくれて、でなのでその裏側にあるこのカルチャー紹介っていうところよりもその手前でまず楽しめるので、なんかその裏側にあるところもなんか自然と入ってくるっていう仕組みになっていて、なんかこれは本当にこうなんかコンテンツを紹介する上での理想というか、なんかなんとなく見てるうちにいろんな知識を得られるっていうのはなんかすごい素晴らしい番組だなっていうふうに個人的に思って、最近見た佐久間さんのね、コンテンツの中でもすごい個人好きだったんですけど、実際に佐久間さんが作られている番組のこう、まあ、裏側にあるこう、まあ、何でしょう、思想みたいなところがちょっと垣間見えたりとかもしてですね、そういった意味でもすごく面白い本だったなと思います。まあ、本当にめちゃくちゃすぐサラサラ読めちゃうんで、ぜひね買って読んでみていただければいいんじゃないかなと思います。すごい参考にもなる本だと思います。で、まあ、せっかくなのでちょっと他にもね、ちょっと関連本としてこちらもご紹介できればなと思うんですけど、知識とコメディの日々という、まあ、こちらは、大倉さんという、まさにね佐久間さんとよく、番組やられていて、まあ、ゴッドタンとかの、放送作家をやられてたりとか、あとは有名なところでいくと、まあ、バナナマンのね放送作家やってたりとか、東京03の放送作家やられてたりとかっていうところで、まあ、割とこう東京のコントシーンのね、まあ、第一人者といっても過言ではないぐらいの方なんですけれども、まあ、この方が書かれた、まあ、エッセイになるんですかね。これは本当に、まあ、すごい本でして、まあ、いわば歴史書なんですよね。この大倉さんが関わってきた、まあ、バナナマンとか、東京ゼロさんとかバカリズムさんとかおぎやはぎさんとか、そういうなんかその、まあ、東京の、まあ、お笑いシーン、まあ、00年代ぐらいのお笑いシーンっていうところのこうまあ、歴史、まあ、どういう流れで、まあ、この人たちがこう売れていったのかみたいなところを、まあ、そのね作家っていう視点から事細かに描いていてですね、まあ、僕はどうしてもねこうリアルタイムで経験ができなかった人間なので、まあ、そこをこう追体験できるっていう意味ではすごく面白いですし、なんかここまでね統一的にこうお笑いの歴史みたいなものがエピソード的にまとまったものってなかなかないと思うので、そういった意味でもすごい重要な本なんじゃないかなと思う内容でした。まあ、特にね、やっぱりこう、まあ、この本に出てくる方たちっていうのが、まあ、まあ、バナナマンを中心にですね、本当に今のこう、まあ、テレビシーン、お笑いシーンってところで、最前線で活躍をされている方なので、まあ、その人たちが、まあ、どういったね、経緯でこう、生まれて、まあ、どういった流れを組んで、位置まで行ったのかみたいなところの原点、立ち戻ってこう知ることができるっていうのもねすごく面白くてですね、本当にまあ、お笑い好きとか、まあ、あとね大倉さんが関わられているこうお笑い芸人さんっていうのが好きな方にとっては本当に絶対に読んでおきたい一冊だったんじゃないかなと思います。はい、やっぱりこう歴史を追っていくっていうのはすごく面白みがあると思うので、なんかそういう本もしあったらね、ぜひご紹介いただけると嬉しいなと思います。はい、そんな感じでね、本日は、佐久間信之さんのずるい仕事術を紹介させていただきました。まあね、多分もう今の本当にお笑いバラエティシーンの第一人者なので、まあそういったコンテンツが好きな方はね、絶対に読んでおいていい。いい作なんじゃないかなと。あとは、まあ、ちょっとこうクリエイティブ的なねお仕事をされている方とかはいろいろためになることが書いてあったと思うので、そういった方にもおすすめできる内容だったのかなと思います。はい、そんな感じで今週の一冊でございました。はい、そんな感じで本日の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またどっかでお会いしましょう。さよなら。